かなか前髪がうまくいかないです。こんにちは。コメントできてないよね。なんで？私が見れてないだけ？ちょっとコメントないんだけど、なんで？なんでコメントないの？え？コメントしてる？なんでコメントないの？コメントは？コメントどこ行った？一個もないんだけど。一回切ってみていい？なんでコメントないの？一回切るね。コメントは？あ、出てきた。オッケー。コメント出てきた。こんにちは。イエイイエイイエイ。こんにちは。ここ。こんにちは。こんにちは。足りない。足りた。こんにちは。こんにちは。こんにちは。まつげバッチリ。今日は特に何を話すとかも思ってないけど、まあいい感じに頑張ります。うん、最近何があるかな。特に何もないよね最近ね。私は何もしてないけど、そうだね、みんなは何かお仕事があるのかな。多分何かしてるんですけど、ちょっと私は何もしてない。アイス食べたの。ああこんなちっちゃい話題がありましたね。はい、アイスは食べました。なんか雪見大福の白い恋人みたいな、多分おそらく冬限定、期間限定な気がする。
なんかいつも思うんだよね、あのメールの時にさ商品名言っていいのかなって。どうなんだろう、いいのかな。北海道限定じゃないんだ、だって。え、多分あれ全国じゃないかいな、ないからな、分からんけど。でもなんか言っていいのか言っちゃダメなのか分かんなくて、いつも言わないんだよね。モバンメでアイスの名前で、アイスね、名前書いてる子いる？じゃあ書けるのかな、わかる。でも検閲で戻されるのかもしれないけどさ、時間ロスしちゃうじゃん。わからないからね、ちょっとわかんないんだけど、私もわかりません。じゃあ書いてる子いるならいいのか。アイスなら書いていいということで。なんか最近ね、なんか画像のアプリ、なんかいろんな画像が出てくるアプリで。とか YouTube とかでなんかね、あの綺麗な部屋がめっちゃ流れてくるようになって、なんかわかんないけど、綺麗なお部屋がめっちゃ流れてきて、あ、いいな綺麗な部屋ってと思って、綺麗な部屋にしたいと思ってるところ。でも割と片付いてる家ではあるんだけど、なんかね生活感がある。なんかねちょっと生活感がある。かも。なんかね本とかいろんな色が あるのが、まあ閉まってはあるけど上から見たら見えちゃうじゃん。それが気になるねっていうところで、まあそれぐらい。なんか割とリビングはお母さんが管理してるから、あの生活感はないんだけど、リビングは。物があんまり置かれてないから。だけど私の部屋は私がやってるから、あんまりね、そう完璧ではない。もうちょっとできることがあるよなって思ってる。でもなんかね、
甘ったるい香りがしそうだって。おもろい。確かにピンクしかないしね。ピンクと白しかないから、まあそうかもしれない。でもね、どこをどうしようかな。でもね、物をしまうためにはね、もうね、もう一個棚か何か買うしかないと思ってるんだよね。そう、本しまいたいし、そう、そう、それでいらなくなった服の棚になぜか私のグッズをしまってたりするから、よくわかんないところになんか収納してて、なんかちょっとやめたい。もうちょっと綺麗にしたいんだけどね。リカさんは DIY、 あーね、私もね、家具を塗りました。そう、家具をそう塗ってた。あとね、なんか色を変えた、なんかペンキで。あとね、最近ロボット調べてて、ラボット、ロボットのラボットを調べてて、ドラマとかにも出てくるじゃない、ラボットさん、キューキューキューみたいなことをずっと言ってるロボットさんなんですけど、知ってますか？わかる？このラボットさん、ドラマ見てる時からあ、可愛いなって思ってたんだけど、ラボット、そう、可愛いやつ、なんかペンギンみたいな手とさ、頭だけど、顔の丸の感じはちょっと猿っぽいみたいなやつ、ロボットさん。そう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 、タヌキみたいな。そう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 。何のドラマだってそこまで覚えてないんだよ。火曜だった気がするけど、火曜のいつだろう。でもなんか何年か前だった気がしなくもない。ラボット、ドラマ、ラボットドラマで検索してみてください。多分出てくる。そのロボットかわいい。そのロボットさんさ、一人暮らしとかで寂しい方はぜひと思って。あれ50万くらいするんでしょう、だって50万だっけかな、もうちょっと安いんじゃないの。でも50万でも安くない？あれで一緒に、キューキューキューみたいなこと言って一緒にいてくれるなら。よくない？一人暮らしとかで寂しい方はさ、ロボットと一緒に過ごそうよって思って。どう？よくない？そう、お年寄りとかね、わかるわかる。なんかもう
少し年を取ってしまうと、さ、犬を飼っちゃダメとかなっちゃうじゃん、なんか。だからロボットと一緒にさ過ごそうよ。私もおばあちゃんになったらロボットと一緒に過ごそうと思ってるんだけど、どう思う？ どう思う？とか言って、そう話し合えて可愛くない？ロボット。犬を飼いたいけどマンションで飼えませんとかアパートで飼えませんとか、そういう方はロボットと一緒に。え、本当に50万だった？ああ、なるほどね。でもそんなに一緒にキューキューキャーキャーキャーみたいなこと言ってくれるなら普通じゃない？ワンちゃんだって多分それぐらいでしょ？でもそう考えると和紙持っていくらぐらいするんだろう、買うと。絶対高いよね。ラボットでキュキュキュって言って50万で、和紙もは その人によって自分の意識を持ってさ話すじゃん、和紙も。だからさ、え、わしも？だって知らないの？わしも。老人型ロボットだよ。知らないの？わしも。わしも。え？カタカタわしもだよ。わしもって言ったらさ、ほぼ全員知らないじゃん。わしもじゃね。わしも知らない？え、なんでみんな知らないの？え？やってるじゃん。え？これがジェネレーションギャップってやつ？全員知らないじゃん。嘘でしょ？わしも？え？ わしも知らないの？なんで？ 嘘。なんで初めて聞いてるの？え？さすがにみんな知ってるよ。3期もみんな知ってるよ、わしも。多分だけど先輩も知ってる、わしも。3期全員知ってたよ。この前3期でわしもの話してたもん。え、わしもってそもそもさ、放送時期がいつぐらいからいつぐらいなんだろう。アニメ、そうそうそう。わしもだよ。わしもだよ、みんな。え？わしも知らないんだ。これは多分まさにジェネレーションギャップでしたって。マジか。でも3期のみんな知ってるよ、わしも。きっ
私が最年少だからのジェネレーションじゃなくて、普通にジェネレーション。マジか。わしも知らないのね。私のお母さんも知ってるよ。そう。私のお父さんも知ってます、わしも。なんならおばあちゃんがわしもとはなかっぱ大好きです。あ、そっか。でも確かに「そっか」って私誰に納得してるのか分かんないけど、私のお父さんとお母さんとおばあちゃんは私という娘がいるため NHK を一緒に見たことがあって知ってるっていうのかもしれない、かもしれないっていうか、そうなんです。子供がいると知ってるかもしれない。でもさ、私と同じぐらいのさ娘も、娘も子供がいる人はさ知ってるんじゃないの？知らないかな？いない？娘いない。じゃあいないか。じゃあ娘息子できたら。ぜひ、わしも見せてください。スーパーミルクちゃん見ました？だってそれわかんない。スーパーミルクちゃんってなんだい？キッチン戦隊クックルンしか知らないよ。2014年から2022年に放送してたんだ。2014年、じゃあちょうど、ちょうど何なんだろう。みんな3期もみんな知ってるぐらいじゃない？そういうことね。わからんなぁ。E テレ見ないからなぁ。だって。嘘。アプリで見れるよ。入れて。NHK プラス。面白いよ。お金かかんないよ。ただ家で NHK、 なんだ、テレビを契約してる人は無料みたいな感じ。そう、無料だから。そう、家にテレビがある方は無料なので。そうそうそう。NHK プラス入ってるんだって。いえ、おそろー。
でもね、放送してから1週間までしか見れないからね、もうわしもは見れないよ。でももしかしてなんかアニメとかのアプリとかいろんなのが見れるアプリ、ドラマとかなんかアニメとかが見れるアプリでもきっとわしも見れない気がするから、でもゲオとか行けば見れるかもしれない。 DVD 借りれるところに行けばわしもあるかもしれない。多分そっちならわしもあると思う。多分借りに行かなきゃ見れない気がする、わしもは。でももしかしたら懐かしの NHK のアニメ特集みたいなのができればできるかな、見れるかな。 DVD 出てる、じゃあそっちで見ましょう。絵本売ってる。そうなんだ。絵本ね。わしもの絵本。それはどういうものなんですかね。面白い系。入れ歯くん、すごいのいる。だって入れ歯くんね、あの歯がなんか歯に手足みたいなキャラクター。でもなんかそれが面白かったんだよね。寒い。ギャグアニメ？ね、平和なアニメかな。平和な日常アニメ。でも子供系のアニメで好きなのはウサビッチかな、かスポンジボブかな。子供向けで好きなのはそうかな。あー寒いよー。あと何が好きかな。そう、ドラえもんとかも好きだし。でもね、どうだろう。ドラえもんが定番で好き。ディズニーのものも好き。ドラえもんは語れるのってよかった。なんかさ、でもあれだ、ディズニーのプリンセスの映画の画像
を見て、あ、綺麗って思った。当たり前か、素敵って思った。綺麗だね。ちっちゃい頃さ、あの DS でさ、あのなんかね、ディズニーのカセットのゲームをしてたんだけど、そうだからディズニー見ると、あーゲームやってたなって思う。U-NEXT で和紙も見れる。あ、マジか。 U-NEXT でぜひ見てください。あれ、さっきは何話したっけ？そう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 、あ、ディズニーか。そう、あのね、ディズニーの DS のやつ、あれ面白い。でもどういう内容だったんだっけな。ディズニーの中をなんか自分のキャラクターが走り回れる。ディズニーの中を走り回れる。うーん、そして、うーん、走り回れることと、あと何があるかな、何があるかな。走り回れて、いや、何するゲームだったんだっけ、わかんなく、わかんなくなっちゃった。売っちゃったんでしょ、だって。え、売っちゃったけど、だって DS 自体もうしないからさ、2つだけ残して他なんか全部売っちゃったんだけど。そう、でも面白かったことだけはわかる。でも動物の森、うーん、どうだったんだっけ。でも家具置く系ではないんだよ。もう完成されてるから、あの場所が。だからどうなんだろうね。おお、どうだったっけ。やったことある人いる？ DS でディズニーキャッスルなんとかみたいなやつある？え、ディズニーマジックキャッスルマイハッピーライフ、長くね。ディズニーマジックキャッスルマイハッピーライフだそうです。面白い？やったことある人。面白かった記憶だけはあるんだけど、あの何してたかは覚えてないんだ。自由系なやつだった、自由なやつだったんだけど、え、覚えてない、どんな内容だったっけ。そう、でも面白かったんだよね。面白かった。今隅っこ暮らしのギフトだよね。かわいい。それでさ、思い出した、隅っこ暮らしも持ってたよ。隅っこ暮らしの農業じゃねえな、なミニゲームみたいなやつ。懐かしい。待って、見た、ドナルドダックと釣りをしたり、クマのプーさんと仲間たちと一緒に畑で収穫したり、魔法の杖でお化けを退治したりだそうだ。あー、なるほど。どれもあんまりやった記憶ないな。走り回った記憶しかない。私いっつもさ、どのゲームでもそうなんだけどさ、あのさ、あのキャラクター自由系なゲームだとさ、絶対さ歩けないんだよね、キャラクター。歩かせられない、絶対走らせちゃう。そう、
せっかち、絶対に走らせる。現実だったらすごい疲れてるだろうなと思うけど待てない。ゆっくり歩きたくないんだよね。そう、ゆっくり歩きたくない。絶対手当て走らせるそう、絶対走っちゃうんだよね。どんなゲームでも絶対あの一番速いやつで走る。絶対走らせちゃう。そう、待てない。そう、現実では走らないリリカさんだって。え、現実では1ミリも走らません。走らないんです、あんまり。あ、全然普通に全然走りません。遅刻しそうでもだって走らない、走らないです。バスに遅れそうな時はまあ、バスに遅れそう、電車に遅れそうとか、そういう時は走るかもしれない。花江ちゃんの走る自慢おもろいなって。花江ちゃん走る自慢してんの。花江ちゃんの走るはあれ、あのとんでもない走るだよそう、もう毎回ちょっと前まで花江ちゃんの登場シーンすごかったからね。そう、花江ちゃんの登場シーンマジでおもろい。ドタバタドタバタ、あ、ごめんな、あ、ごめんねとか言って。花江ちゃんの登場はマジで面白い。はい、ちょっと待ってね。めっちゃ長くなった。尻尾も生えてる。花江ちゃんね、でもたくさんコスプレしてて偉いよね。そう、偉い。あ、お腹すいた。花江ちゃんはね、あざといタイプではないと思う。頑張り屋さんなだけ、なんかあざとくはないね。素が、素で声高いしさ、あれ地声じゃん、あれ地声でめっちゃ声高いしね。あわあわしてるのもさ、本人なんか違うって言ってるらしいし、なんかおっとりしてるし、元が可愛いタイプじゃない、あざとくはないんじゃない。あのまんまだね。家族といてもそうだと思うし、裏でもそう、ずっとはっはっ、みたいな感じだから、本当にそういう性格なんだよね。あざといのは誰だって。
3期でルアちゃんとスイスイじゃない？ルアちゃんとスイスイ腰が疲れてきたなぁ、もうオフがないなぁ、やばい、あ、置いてきちゃった、違う部屋に。ルアちゃんとスイスイが同率で1位かもしれない。ルア氏はあざといのをネタにしてる。あ、そうなんだ。じゃあルアちゃんはネタあざといみたいな感じなのかな。なんかやりすぎるぐらいにあざとくして、それも面白いようにしてる。でスイスイはナチュラル気づかれないように、あ、でもあざといキャラってファンの人に言われてんのか。あーじゃなかった。ことお腹すいた。あーじゃ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 、でもスイスイとルアシさんが同率で1位かも。3期が3期だったら。お腹すいた。うん、お腹すいたし寒いし暖房つけようかな。でももったいないよね。いいか。知らんかった？ん？私、じゃあ私はあれか、私の配信をたくさん見てるってことか。あー、ありがとうございます。今誰か家に来た。あざといリーカさんは見てみたい？マジ？でもみんなが私のことあざといって思ってないならあざといんじゃない？だって本当にあざとい人ってあざといってバレてないじゃん。バレないぐらいに距離を詰めれる人があざといんじゃない？わからないけど。日曜公演行きます。だって、あ、うん、嬉しいぞ。ゆはさんの生誕もぜひ入ってください。ゆはさんの生誕楽しみですね。お笑い担当あざとくなれない。だってそんなことなくない？もっちゃんだっていつも買ってるよ。でずっと言ってるよ、もっちゃん。でずっとやってるよ。やってるじゃん。あとさ、裏でみんなで話してたけど、クーチービールがってずっとやってんの初めて知った。あ、交換しない。クーチービールがふ、クーチービールが触れたって言ってみたい。うん、私そこ歌割りでさ、めっちゃ歌に集中してるからさ、あのわかんないんだけど、そうやってるみたいだよ。びっくりじゃない？お腹すいた。確かにやってる例でしょ？クーチービールがふーったって。真似選手権してたからみんなで。
腹空いたけどあれなんだよね、ショールーム中に食べるの苦手なんだよね私。ショールーム中に食べるの苦手だから、あるにはあるけど食べない。今度から注目してみて笑います。だってぜひ。そう、なんかね、人と対面でご飯食べるのとか苦手なタイプだから、もう今何人にも見られてるって思うとご飯食べれないんだよね。水ギリギリ飲めるぐらい。そう、だからね食べれないの。スマホと対面じゃないよ、裏でこう、裏側違う、これの画面を見ている方にはさ、私がたくさん映っているわけじゃん。見てる方にはさ、ねえ、そういう人いますね。だっているの。でも多分なんか若めの人に多いんじゃないかなと私は思うんだよね。なんかマスク、コロナ禍だったからマスクしてたし、あのさ、マスクしてたからさ、あとさ、向かい合って食べることもなかったじゃん。だから私が物心をしっかりとつける時期に向かい合って食べたことがあんまりなかったから、あの苦手。そう、だから咀嚼音がダメとか、だってそういう感じ。相手が食べてるのは全然いいんだけど、自分が食べるのが苦手みたいな、気にしちゃうみたいな。そう、だから食べながら配信は多分1回、みんながしてたからやった時で1回と、あとクリスマスだったか誕生日だったかにケーキ食べたので1回の2回しかしたことないんだよね。食べてる姿見られるの俺も苦手。ああマジですか。布団取りたい1枚だけでもね、ちょっと取れないな、どうしようかな、まあいっか。そう、いやいいや、1個だけ持ってこよう。いてて、よいしょ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 っと。そう、うわっ、落ちちゃった。そう、だからあんまりしたことないしできないんだ、本当にやめたい。本音、本当にやめたいとか言って、本当にやめたい。だってそんな人なかなかいないよね。多分さ、そういうのがさ理解されるのもさ年齢とかもあるじゃん。食リポのお仕事が来たら、その時はもう心をもう無にして、大丈夫、私はただ口に物を入れるだけって思って、もう顔にお面とかつけた気分で食べてる。そう、そう、
だから私は大丈夫大丈夫、ここはお家、カメラマンさんは家族って思って食べてる。そう、家族だと思ってるみんなのこと。でもね、なんかね、この人なら大丈夫とかあるんだよ。例えば家族とか、もう気を完璧に許した友達とか、この人なら大丈夫って人はいるから、なんて言うんだろうな、だからね、時が経てばさ、3期のこともさ、あのこの人なら大丈夫っていうさ、リストにさ入るかもしれないじゃん。私の中でこの人と一緒ならあのご飯食べれるっていう。でも私も入ってきたんだよね、だんだん3期が一緒で、もう一緒に食べれる人って。そうだってさ、ケータリングとかでさ向かい合ったりとか一緒に食べたりとかではないけどしてるじゃん。そう、食べることに集中するだけで黙々と一人で食べてるけど、横に3期が両隣にいるとかいうさ状況になったりするじゃん。だからそう慣れてきたの。そうだから3期も大丈夫になってきた。そうだから、でもね、最初の方麺類が無理なんだよね。特に私麺類を人と向かって食べるのが苦手なんだけど、だからそれが初めて、あの3期とあんまり話してなかった時期に麺類が出た時にえへへへって思ってた。そうなんかうどんだったかな、多分ね、うどんとかだった気がするんだけど、そうパスタは大丈夫、すする系が出てきて、うどうしようって思った、へえって思ったけど心を無にして食べた。そうでもね、最初の方はね、やっぱり3期で丸くなって食べることが多くて、だからだけど最初の方だから丸くなって食べてるけど、まだ心は許してない同期のみんな、もうこの状況は私はもう無理すぎて、どうしよう、みんなで丸まってるってなって、みんなで丸まってるし、なんかどうしようとか思って、だから最初の方はなんか美味しいご飯食べてるはずなのに味しないわみたいなことにずっとなってたんだけど、最近はね全然味がするし、そうだからね、最近は3期のみんなが周りにいても食をできるようになりました。慣れてきた。だけど先輩はまだ慣れてない。そうだから、あの徐々に慣れていくことにする。そう慣れたいけど、あのそもそも機会がないから、あのそうまあそうなんだけどね。でもね、先輩だからとかじゃなくて、見知らぬ人と食べるのも嫌だし、あとあんまり話してないクラスメートと向かい合わなきゃいけないのもなんかちょっと嫌だし、今はそうなんだよね、
よくわかんないクラスメートとなんか向かい合って食べてる。みたいな。隣で、これっておかわりしていいのかな、いいんじゃないみたいな会話をしてたりとかする、みんなが。あとね、ご飯取るのも苦手。わかる。でも最近治ってきたんだけど、そう、あの見知らぬ人がたくさんいる状況でご飯を取るのが苦手。そう、誰かとご飯に抵抗を感じるのは人間の本能なのかもね。それどっかで聞いたことあるセリフだけど、そうなのかもね。そう、どっかで聞い、人間の本能ってなんかどっかで聞いたことあるセリフだけど、そうなんだ、なるほどね。確かに自分が食われるかもしれないみたいに思うもんね。身を守らなきゃみたいな思うかもしれない。そう、うん、寒すぎる。そんな本のない、こう多分後天的なもの。ああね、うん、確かに。でもね、給食とかはね慣れたけどね、そう、見知らぬ人とご飯とかはちょっと嫌だ。当たり前か、当たり前だね。見知らぬ人とご飯は嫌なの決まってるか。そうかもしれない。牛乳飲むところ見られたら辛そうだって。でもね、そうだった時期もあったけど慣れた。なんかね、もうあの席に慣れた。でもね、違う席に行くとね、またそれ発症するかも。わかる。一人が一番ご飯を美味しく食べる、わかる。信頼してる人と食べる、知ってる人と食べる、もしくは一人がいいです。はい、なんかちょっとあんまり話したことないクラスメートと向き合って食べるのちょっと無理、個人的には無理。でもね、慣れればいいよね。わかる。私もね、慣れたい、慣れたいんだよ本当に。慣れたいんだけど、そう、一人っ子で育ったからなのかな。なんかね、でもお仕事とかで大人の方とご飯食べるとかさ、そういう機会もあるじゃん。だからそういう時に一番怖いかも、やっぱり。やっぱりさ、テレビもそうだけどさ、作法マナーとかさあるじゃん、いろいろ。そういうのも気になってきちゃうしさ、無になって食べるしかないのかな。そう、なんかちょっと偉い方とご飯とかだとさ、どうしようって思っちゃう。そう。まだ中学生ですから、だって。そうなのかな。社長とランチって企画あって最悪だった。嘘。そう、確かにね、社長さんとランチって、
フォークはこっちで、ナイフはこっちで、食べ終わったらこれはここみたいな。わかる。大人に見られてるとさ、食べ方審査されてる気持ちになる。わかる。わかる。わかる。そう。わかる。あと食べるスピードもわかんなくなっちゃう。そう。なんかね、食べるの私基本めっちゃ遅いかめっちゃ早いかなんだけど、急いでる時とか。でも普通に食べてるとめっちゃ遅くなっちゃうのね。だからやばい、私がこれ一番最後だったら終わりだと思って。そう。思ってる。面接とかちゃんとしてそうですね。面接ね、私面接だけは得意だったよ。全然テストのね、成績とかね、いい方じゃなかったの、塾に行ってた時。なんだけど面接だけは一番うまいって言われてました。そう、面接は一番うまかったらしいよ。面接だけは得意だった。なんかね、面接の受け答えだけはね得意だったんだ。イエーイ。なんかね、面接の才能だけはあるわ。外面がいい、リリカさんだって。外面ね。でもね、これからね、私が30歳ぐらいになってさ、就職しますとかさ、そういうことになったらさ、あのさ、役立ちそうじゃない？学歴とかはさ、アイドルをしていたためでさ、なんとかなるじゃん。だから、あの言葉遣いとかで、本当は私あのアイドルやってなかったら意外と学ありますみたいな感じ出せるよね。30歳とか嫁に行ってるのでは。だって、でもさ、あれじゃない、職に一回つかないとさ、ねえ、卒業したら一旦職に就きたいじゃん。そんな職に就かずに無職の状態でさ、婚活始めますみたいな人あんましなくないか。無職です、料理作れます、あなたの家政婦みたいなさ、ことをあんまりしなくないかな。顔で渡っていける？想像つかない、マジ。そう。キャッチフレーズさ、なんで私婚活でキャッチフレーズ作ってるんだろう。あなたの家政婦。あなたの家政婦、リリカちゃん。これでいけるかな。婚活でキャッチフレーズ作って。え、皆さんもぜひ婚活したいときは、あなたのなんとかになりたいとか言ってぜひ婚活してくださいね。俺が日本一周連れてってやるぜとか、どうですか、キャッチフレーズ。
俺が日本一周連れてってやるぜ、星どう？ぜひ婚活してる方はこれキャッチフレーズで俺が日本一周連れてってやるぜ、星どう？意外といいんじゃないの？そうだよ、日本一周でお金持ちをアピールするんだよ。そう、俺が日本一周連れて行ってやるぜ、どう？どう？日本一周という名の逃亡だったら最悪それは最悪だ。あ、でも世界の方がいいか。俺が世界一周連れて行ってやるぜ方針にする。世界一周にしよう。なんかしょぼい。嘘、しょぼい、なんかしょぼいですって。じゃあもっといいキャッチフレーズ作ろうか。じゃあ、もっとなんかアピールできるキャッチフレーズ。家事育児できます、そして俺が月に連れて行って、月の研究してお金持ちになってきますとか、ロケット開発中とかどうですか？俺が月に連れて行ってあげるぜ、星どうですか？そんな男は嫌だなって。そんなバカな。家事育児できます、ん、家事育児できるぜ、星どう？どう？これ皆さんもぜひ使ってみて、婚活中の方はね、ぜひ。どう？いいんじゃない？逆に今はそっちかもね。だって確かにね、そう、共働きの時代だもんね。共働きの時代で自分も働くんだったら家事育児できますの方が、いいかもね。確かにね。結局公務員ですが一番モテる。あーね、公務員ですが一番モテる。じゃあなんか国家資格書いておく心理カウンセラーなんとかこうとかとかどうですか？なんかいい感じの頭良さげな資格書いておく、どう？なんか資格書いておいて職には困っていないというアピール、どうでしょうか？いいんじゃないですか。これでモテモテですよ皆さん。モテモテライフ。インチキ臭いだって。何やってもアピールなんだからインチキ臭くなっちゃうよ。難しいな。でもどう、これでみんなもモテモテじゃないの？なんとかなんとか会計なんとか半々資格持ってますとか、どうですか？国家資格、国家資格10個持ってますとか、どうですか？
モテてみたい人生だった。今からでもいけるよ、モテモテだよ今からでも。持ってればね、だって違うよ、モテるために資格取るんだって違う違う、それかギターとか、ギター始めるとモテるとかなんか言いません？だから皆さんもギターを始めてみてください。それでなんかギター弾けます星とか書いておけばモテモテなんじゃないですか。ギター弾けるとモテるらしいじゃん。みんなギター始めなよ、モテたい方は。どう？料理が得意でモテる人いた。あー確かにポキちゃんモテるな、こりゃ。確かにね、料理できるいいよね。確かに でもポキちゃんはわははわははっていう感じだから、なんか全員にモテる、万人にモテますみたいな感じじゃなくて、なんかモテてるけどみたいな、あの表でめっちゃモテてるイメージはないけどモテてるっていう感じがしそう、少女漫画でいたら。キャラクター的にどう？どう？意外と当てはまってない？多分少女漫画にポキちゃんが出てきたら、あのそういう立ち位置。やっぱイケメンがモテるんじゃないですか？だってそれは年によるんじゃない？若い子にモテるのは確かにイケメンなのかもしれないよ、そうかもしれないけれど、結婚とか考える年齢になればイケメンとかそういうのがモテるっていう感じではなくなるんじゃない？え、そうじゃないの？あの中3なんでそういうことは知らないです。おっしゃる通りですね。だってそうですよね、やっぱりそう、結局は心、そうだよね、男女ともに結局は心、そうだよね、わかる。だってお金をたくさん持ってるとしてもさ、なんか話が合わないとかだったらさ、結局嫌になっちゃうじゃん。そうだよね。皆さんもぜひね、じゃあ心で人を見てあげましょう。ねえ。と思います。心が大事だよね。まあでもね、
私はアイドルなので、今顔で見ててもいいんですけど、逆に顔で可愛いと思ってもらえれば、逆にね、第一印象ですぐにさ、ね、気になっていただけるじゃない、顔って。だから私のことはじゃんじゃん顔で気になっていただいてほしいんですけど、じゃんじゃん。ショールームなんてさ、話してるときはさ、まず顔じゃん。だからまあとりあえず配信のときはそう、入り口顔だから、よく顔を見ていただいて、そう、話を聞くのがめんどくさかったら、もう私のね、画面だけ見て、この顔どうかな、フォローしようかなってしてくださいね。じゃあぜひ。でもアイドルはやっぱり顔が大事だよなと思います。君の顔が好きだってコメントあるし、やっぱり顔は大事だよね。大事大事。見すぎてますって。本当ですか？よく見といてください。だから私ももっとね、顔を可愛い顔、顔を可愛い顔にしたいけどね、ショールームはいくらメイクしてもあんまりわかんないから、カメラ越しで。正直もうショールームで顔可愛くなするっていうのはもう諦めてる。3期生のお披露目集合写真で一番気になったのリリカちゃんだよ。あ、そういうこと？やっぱり写真、一番最初の第一印象ね、やっぱり顔だよね。スタイルも大事だって。なるほどね。配信で確かにスタイルは分からんけどね。確かに確かにスタイルも大事。でも私そんな、私スタイルすっごい悪いですとかじゃないけど、普通に身長も平均よりちょい高いぐらいだし、足は長くはないね。平均だね。すももちゃん足褒めてた、嬉しい。なんか正直スタイル一番いいと思う。だってなんかね、今何時だろう、あ大丈夫だ、すももちゃんこの前褒めてもらった気がする、いつだったか。あれ、すももちゃんじゃないかもしれない。誰、あ誰、すももちゃんではないかもしれない。誰だろう。誰。私のこと、私の足褒めてくれたの誰、誰ですか。26分だ。そろそろ壇上読もう。誰だろう、私の足褒めてくれたの。小学生だってどうなんだろう。ごめん、あれ違う、そう、 OK、 いきます。13位 IC さん、12位真白さん、11位八王子さん、10位翔さん、9位 FTO さん、8位クリキントン長官さん、7位翼欲しいさん、6位スーさん、5位リエちゃんズさん、4位マッチョさん、3位ベロさん、2位ゆど、あすいません、2位ドウユキさん、1位マーチさん。でもね、小学生に今日誰って言われた。
そう、誰誰で思い出したけど、今日小学生でお腹出してる男の子に誰って言われた。リリカ様です。はいはい、誰って、私もあなた誰って感じだけど、はあ、リリカ様ですけどって心の中で思ってました。リリカ様です。へい、あのファンの人にリリカ様って呼ばれてる鈴木リリカですって思ってました。そう、お腹出してる小学生に誰って言われても私の方がびっくりなんだけどさ、本当に誰だったんだろう。ま、バイバーイ。やっとご飯食べれる。バイバイ。